フェニックスは自分のペースを守ってくださいね。はい、皆さんお元気ですか？今日はジャマイカからお送りします。最初はウォームアップ、続いてハイインパクトエアロビクスです。部分エクササイズはお腹を引き締めます。さあ、それではウォームアップから始めましょう。腕を交互に後ろから回して。腕のエクササイズ、大きく大きく、いいですよ。肩をストレッチして、膝を曲げたまま上半身のストレッチ。大きく後ろに。泳ぐみたいに大きく前へ。少し前かがみになって膝は曲げたまま。いい気持ちでしょう。だんだんウォームアップしてきましたね。膝を曲げたままお腹をしっかり引っ込めて。今度は肩を後ろに回して。大きく円を描くように。今度は左右に上体を倒して、膝は少し曲げたまま。指先が膝にくっつくように膝の外側です。さあ、笑顔でやりましょうね。座りながらではダメですよ。ちゃんと起き上がって。肘を高く上げて高く上に。今度は膝の前に。次は手を上に、上に高く。膝をゆっくり曲げて。今度は上体を持ち上げながら、空に手をつけるみたいに高く。今度は下にゆっくり膝を曲げましょう。ももの筋肉を使って。両手を斜めに、足は軽く曲げたまま。さあ、今度はウエストのエクササイズ。お尻は絞って、腰は動かさないように。さあ、駆け足をしてエアロビクスに入りましょう。テンポを上げて。腕の動きも忘れずに。二の腕の内側を引き締めて。しっかり力を入れて。OK、呼吸を意識して。OK、今度は両手を一緒に、足をしっかり上げて。息を吐いて。
Good. Okay. Scissors with the arms. Here we go. 腕を交差して、そう、その調子。今度は上に持ち上げて、胸の前で交差。少しずつ腕を曲げて、そのまま頭の上へしっかり。That's it. Come on. You can do it. Bring it down. All the way. 今度は下に下げて、腕を引き締めて。Take it up again. もう一度上げて、頭の上に高く。さあ、もう一度下に。今度は胸のエクササイズ、両手内側にして押すように。胸の筋肉を使っているのが分かりますか？手を外側にして。今度は後ろで力を入れてしっかりと。Keep it going. Press hard for the arms. Press. That's it. And now, 次は外側にして足の動きは緩めないでね。Keep your legs going. Come on, pick up those feet. Don't stop on me now. If you're tired, just walk in place.疲れた方は足踏みをしていてくださいね。 Good. Okay. Relax. OK、リラックスして足を前に踏み上げて。 That's it. Elbow to the knee. 肘と膝がくっつくように。 Couple more. Now pick it up. Come on, here we go. さあ、もっと上に蹴って上に高く。両手も両足もまっすぐに伸ばして。背筋を伸ばしてお腹は中に。上手ですよ。その調子です。今度は左右に交差して。Your back straight. Good. That's it. You're doing great. You could do it. Kick, kick. お腹を引っ込めて、お尻を引き締めて。Kick it up. Kick, kick, kick. Keep it going.左右にキック、そのまま続けて。胸の前で腕を左右に伸ばして。かかとにタッチして。いいですよ。できるだけ頑張って。Good, that's it. And run it out. はい、足踏みです。そのまま続けて。Keep it going. I'll be right back. Don't stop now. 自分のペースでエアロビしていますか？脈拍でチェックしましょう。画面で10秒間測ります。用意はいいですか？スタート。後から出てくる数値を参考に、左が年齢、真ん中が10秒間の脈拍数です。ストップ。自分に最も近い年齢を見て、その範囲を超えていたらペースを落としてください。まだ余裕のある人はもう少しペースを上げてみましょう。
幼児のフィットネスをご紹介しましょう。最近では幼児が親と一緒になってフィットネスを楽しむ光景がよく見られるようになりました。この子にとって体調を整えたり柔軟性とか敏捷性を養ったりするのは体にとってもいいし、それにスタイルも良くなるんじゃないかしら。子供が自分で動きながら自分の体に触れるっていいんじゃないかしら。姿勢も良くなるし、筋肉も発達するし、集中力もつくと思うわ。幼児のフィットネスを対象としたこういうセンターの専門家は、子供たちにとって運動は欠かせないと言っています。アメリカ健康管理センターのケイドロ・シェイルさんは、研究の結果、幼児エクササイズに注目すべきだと話しています。実際に2歳の子供にもコレステロールの問題があることを発見しました。コレステロールの数値が上がればこうしたことは起こり得ることなんです。私たちはこうした実例を目の当たりにしています。でもそうなる前に予防できることはたくさんあるんですよ。幼児期に発見できれば、運動を習慣づけたり生活に取り入れさせて改善することが可能ですからね。またケイドロ・シェールは、きちんと管理されたセンターに子どもを連れていくなど親ができることはたくさんあると言っています。親が安全な環境の中で子どもの運動能力を伸ばそうとする傾向は広まりつつあります。親が子どもを励ましながら一緒に物によじ登ったりくぐったりして体を活発に動かすことがとても大事なことなんです。また一つの運動だけでなく、さまざまな動きや経験をさせることも必要ですね。子どもの発達能力は個人によって違うことを忘れないでください。子どもは大抵自然に発育していきますが、ことさらよその子どもと比べる必要はありません。ある年齢になればこれができるようになるという目安はあっても、それは自然に身につくものなんです。例えば歩くこと一つにしても、最初はぎこちなくおぼつかない歩き方でしょ。でも歩き慣れればすぐに上手くなりますよね。子どもは時間をかけて自分で練習しているんです。そうしてある段階に達すれば、一人で部屋を歩き回って物を拾ったりするようになります。まるで最初から一人で歩いていたみたいにね。子どもがいくつであっても、規則正しい運動と適切な食生活は、将来健康と体を維持していく上にも欠かせないもののようです。